気温21度、湿度 15%。 南南西、風速12アージュ。周囲の動力反応はなしだよ。軍の巡回はなさそうだな。オーバルエンジン始動。船体各部への動力伝達を開始。アイサー、オーバルエンジン始動。各部への動力伝達を開始。オーバルフローター作動開始。オーバルドライバー作動開始。スタビライザーもオッケーっす。よし、カプア空賊団所属。や、アイアイサー、駆動率を 40% に固定。そのまま巡航速度を維持せよ。ただし、いつでも戦闘速度に切り替えられるようにしとけよ。アイサー、やーれやれ、夜明け前には戻れそうだね。ああ、とっとと眠りたいところだが、ドルン兄貴に報告しないとな。あれ、なんか音がしなかったか。いや、聞こえなかったけど。妙だな、確か戦争の方から。ネズミでもいるのかな。暇を見て掃除でもするかね。眠い眠い。ここに来てから昼夜逆転の生活だからな。まあ、もう少しの辛抱でこんな生活ともおさらばさ。ドルンのお頭についていけば間違いなしってもんだぜ。しかし最近のお頭ちょっとばかり変じゃねえか。おっかないっていうか、気安く話せねえっていうか。お前ね、そんなめったなこと言うなよ。兄貴やお嬢に聞かれたらぶっ飛ばされるぞ。でもよ、寝不足で疲れてるんだよ。とっとと片付け終わらせてゆっくり休むとしようぜ。今すぐ休んでも OK だけど。お前たちは遅いってば。Enjoy the show.
地潜入できたようだね。まったく、こんなにうまくいくとはね。今回ばかりはあんたに感謝しなくちゃいけないわね。でもさ、めちゃめちゃ焦ったわよ。隠れてるところを発見されたらどうするつもりだったの？いや、発見されたとしてもその時は空賊艇を制圧すればいい。飛行船の内部は狭いから多数との戦いにも有利に働くしね。オリビアさん、そこまで考えていたんですか？いや、全く。敵地潜入というシチュエーションが単に面白そうだと思っただけさ。あんたね。まあいいじゃない、こうして無事潜入できたんだし。それよりもここは霧降り峡谷みたいね。霧降り峡谷ってボースとロレントの境にある？そっか、だから外が白く霞んでるのか。それと大型船は侵入できない高低差の激しい入り組んだ地形。シェラさんの推測、どうやら当たってたみたいですね。まあせっかくの推測もあまり役に立たなかったけどね。さてと、あまりグズグズはできないわ。空賊たちを制圧しつつ監禁されている人質たちの安全を確保するわよ。もちろんカシウス先生もね。うん、了解です。
この扉から話し声が聞こえてくるよ。どうやら空賊みたいね。先にこっちを片付けましょう。手下がいるみたいだね。突入してみようか。なんだ、新入りか？ガク、そんなわけないでしょ。緊張感のない連中ね。え、でもよ、それ以外に誰がいるって、まさか侵入者？ピンポン。遊撃士協会の者です。降伏した方が身のためですよ。冗談じゃねえ。帰り討ちにしてやる。正直に言わないとひどい目に遭わすわよ。勝手にしやがれ。誰が喋るもんかよ。あら、そう、エステル、どいてなさい。うん。手加減しているから簡単に気絶できないでしょ。素直に話してくれればゆっくりと寝かせてあげるわ。黒さの会にいる俺たちの仲間が守
しキールとジョゼットっていう狩猟閣の連中はどこにいるの？ふざけるな！誰がそこまで喋るかよ！人質はともかく自分たちのボスは売れないか。仕方ない、勘弁してあげるわ。変わらず容赦ないわね。失礼ね、これでも手加減してるんだから。確かにそこはかとなく気持ちよさそうな感じではあるね。あら、試してみる？いや、またの機会に。人質が監禁されているのは下の階みたいですね。急ぎましょう。古めかしいけど、大昔の城塞のような雰囲気ね。その頃の隠し砦をアジトとして使っているんじゃないかしら。大崩壊から数百年以上戦乱の世が続いたそうだからね。こういうものが残っていてもそれほど不思議ではないだろう。大崩壊？1200年前にあったっていう古代ゼムリア文明の崩壊のことだよ。天変地異が原因と言われているんだ。ああ、前にアルバ教授が言ってた。しかし発見されにくいとはいえ、アジトにするには少々悪趣味だわね。魔獣までうろついているし、男女体なんてこんなものかしら。あの、シェラさん。それは激しく違うと思うよ。
ましょう。何これ？動力式の掃除機だね。最新機種みたいだから盗まれたものかもしれないね。なるほどね。あれ、なんだろう、蓋に何か挟まってる。それはノート？うん、そうみたいだけど、なんで掃除機の中にこんなものが入ってるのかな。訳ありの品かもしれないわ。
念のため保管しておきなさい。うん、そうするわ。また話し声が聞こえる。突入してみようか。ちょっと待って、そこの扉から話し声が聞こえてくるよ。どうやら空賊みたいね。先にこっちを片付けましょう。話し声が聞こえる。お前たちは遊撃指導も？どこから入ってきた？どうやらその奥の部屋に人質が監禁されてるみたいね。おとなしく降伏すればよし。さもなくば。ふざけるな！やっちまえ！割にはいささか派手すぎるようですな。みんな無事？遊撃士協会の者よ。皆さんを救出しに来たわ。ほんまか。わいら助かったんか。見張りは片付けました。とりあえず安心してください。本当か？助かったの？私は定期船リンデ号の船長を務めるグラントという。本当にありがとう。何と礼を言ったらいいか。お礼は脱出の後でね。ところで、あれ、あれれ、いないみたいだね。どうしたのかね。人質になった人ってこれで全部？
ああ、その通りだが、リンデ号に乗っていた乗客乗員はこれで全部だよ。嘘。カシウス・ブライトという人が定期船に乗っていませんでしたか？遊撃士協会の人間なんですが。カシウス・ブライト、どこかで聞いたことがあるような。あ、あの船長、あのお客様じゃありませんか？離陸直前に船を降りられた。ああ、そういえばそんな人がいたな。どういうこと？いや、ボースを離陸する直前に船を降りたお客さんがいたんだよ。ボートから乗ってきた男性で、確かにそんな感じの名前だった。何せ離陸直前の下船だったから、書類の手続きが間に合わなくてね。ロレント到着後に手続きするはずが、空賊に襲撃されてそのままなんだ。なるほど、そういうことですか。父さんが空賊に捕まるなんて変だとは思っていたけど。はあ、ようやく疑問が評価したわね。それは頂上。ちょっと待ってよ。それじゃ父さんは何をしているわけ？これだけの騒ぎになってるのに、どうして連絡をよこさないの？落ち着いて、エステル。確かにそれは気になるけど、今ここで考えても仕方がない。ここにいる人たちの安全を確保するのが優先だよ。わかった。今は忘れる。皆さん、我々はこれから空賊のボスの逮捕に向かうわ。申し訳ないけど、もう少しだけここで辛抱していてちょうだい。ああ、どうかよろしくお願いする。こうなったら腹くくったわ。わいらの命、あんたらに預けたる。せやから、安城頑張りや。うん、任せて。
って行き止まり？いや、何かありそうだな。試しに押してみようか。さすが大昔の隠し砦で、なかなかけれん味があるものだね。ここは霧降り峡谷の一角ですね。シェラさん、先に人質を脱出させますか？いや、空賊の狩猟を抑える方が先よ。脱出させる最中に襲われたら、とてもあの数は守りきれないわ。あ、そっか。それでは中に戻って風俗の狩猟と対面するとしようか。